めっちゃ近い。もしかしたら鳥天家さんかけてんの？多分おそらくこれ運営も危ねえからっていうので事前に多分鳥天家かけてんな。ディー、はい、1軒目完了。ねえ、ジズってません。はい、戻ってきました。ちょっとね、聞こえない、全然聞こえないから、この受付音が全然聞こえないんだよ、このままだと。イヤホンを取りに戻ってきたんだけど、イヤホンがねえぞ。あれ、イヤホンないよ。あった。おい、あるじゃん。バッグに入ってたし。バッグに入ってやがった。出発だ。遠すぎるでしょ、今鳴ったけど。自宅から駒場のバッグって15分ぐらいかかるぞ。それはなんか9分の表示で行けとか言ってきてる。行かねえよ。絶対行かない。絶対行かない。はい。イヤホン、防水ね。OK。よし。じゃあ、気を取り直して、行きましょう。全然もう降ってないけど。完了。次アジアンスマイル代々木。オッケーね。ピー、もう最悪なんだけど、代々木アジアンスマイルからあけぼの橋。なんだよ、もう本当に。言ってくれよな。この店だけじゃないんだから。専属だったら別にいいです。ちょっと待つけどさ、急発生して、ちょっと待ってて、10分とか20分とかかかったら泥棒だからね。はーい、一応番号が222。やばい、どんどん家から遠ざかってる。5件目終了。やっと数珠切れました。っていうかもう脱いじゃったし、レインウェア降ってねえ。何が7ミリなんだよこれ。降らないだよね。7ミリじゃなく降らない。止まってるし、しかも今一番ピークだぞ。止まってるぞ。でも市ヶ谷とかいるからもう帰るよ。自宅方面オンライン帰宅します。ああ、ここかなんとか言ってたら違います。フーターズ鳴ったから、ちょっと体元気にしていかなきゃ。同じ時間かな。やば、なんだぞ。並んだ並んだ。そんなことより。赤坂から、表参道まで無音で、やっと青山マックになりましたね。で、雨も降ってきたね。微妙、あと2時間で5件だから微妙ですね。どうも、ウバです。あ、すいません、8セットなんですけど、10分ぐらいかかるんだったらもう2回したいんですけど、どのぐらいかかりますか？あ、そうだね。あ、じゃあ待ってます。小バッグと大バッグに分けてギリギリだね。いやいやいや。
や、土砂降り土砂降り、あと4軒で1時間10分ぐらいだよ。多分十分でしょ。はい、ゴーディやべえ、すげえ、やべえ、すげえ、2連続同じお客さん、やべえ、興奮してきた。2連続同じお客さんだよ。ということで、12件クリアしました。まあうるせえな車、降ったりやんだりでね、半分以上やんでる時の方が長かったと思うけど、基本ずっと小雨で一回ザーッと降ったねっていう感じだったんですけど、まあ、今日濡れていくスタイルでこんな感じね、マリンシューズ履いて、このモンベルのなんか ほとんどカイパンみたいなやつ履いて、で上は半袖にもなるレインウェアで、その下 GU の運動する時のやつ、あの帽子、これでね今回雨の中やってみていいね、意外にっていうか、もうあの寒くなければ全然これで OK、 もうだってほとんど乾いちゃってるから、手とか足、この出てるところもう全部乾いちゃってますね。水びしょびしょになって体に張り付く感じの気持ち悪さ、それもないです。っていうのはもう最初から張り付いてる素材だから、このスパッツも張り付いてるし、 GU のこのやつも最初からもうピチッとしてるんで、全然気持ち悪さはね感じないね。帰ります。なんか食いてえな、なんかラーメン食って帰りたい。現金何も持ってきてねえ。こういう時にねラーメン屋も全部さクレジットカード使えるようにしろよ、電子マネー。いつまでやってんだよ現金、毎回これで1人客減ってるからね。